新型コロナウイルス関係続報です。今回は4月、5月、6月の予想です。予想というか予感です。まず4月は、政府はヘリコプターマネーをまくんじゃないかと思います。1人当たり10万、まあ、7万から10万ぐらいですね。この間、香港で1人14万円ずつお金を配りましたよね。まあ、それに近い感じで、日本だと7万から10万。まあ、5万円だったらちょっとね、中小企業とか個人、零細企業、それからフリーターとかね、そういう人たちが5万円じゃとても足りないんで、7万から10万で社会の景気づけをするんじゃないかと思います。GDP がマイナス6.3%だし、オリンピックの前ということもあるし、思い切った財政出動があると思います。それと中小企業関連の融資とか公共事業がまたあって、全部で20兆円規模ぐらいの緊急財政出動があると思います。オリンピックが7月20何日から始まって、その前の2ヶ月、5月末にオリンピックが、延期になるか、そのまま開催するかが話し合われると思います。そうすると、その、5月末20日ぐらいに、新型コロナウイルスの収束宣言を出すためには、4月末から、患者数が新規患者数がゼロということが続かなければ、収束宣言が出せません。そうすると、4月末までに、4月中旬までに、ぜひとも政府はコロナウイルスを抑えたい。だから今回、3月初めから学校が休みになったみたいです。で、来週、いっぱい新しい感染者が出ない件については学校が再開するみたいです。続いて5月ですけど、なんか私ずっとね、5月が竹のね、節のようにね、引っかかるんです。多分5月何かあると思いますね。それも、一つだけじゃなくって、まあ、世界的にだから日本と世界とこう別々にあるんじゃないかっていう気がします。何があるのか分かりません。まあ、ある人たちは千葉沖の地震が起きるとかいう人が結構いるんですよね。まあ、みんなが言うから千葉沖は起きないんじゃないですか。みんなが言わないところでポコッとね、発生することが多いから。それから、6月にまた大きな事件が起きたならば、ちょっと人類の存亡は危ないんじゃないかと。5月に続いて6月にも別の大きな事件があったならば、8月はとても危ないと、人類にとってはとても危ないと思います。だから6月に何か起きないの、5月6月に続けて起きないことを願っています。で、次が、11月です。8月がうまく乗り過ごせたならば、人類がですね、11月はおそらく日本は雪が降ると思います。今年冬サウジアラビアマイナス5度とかね、あの辺とても寒かったんで、今度の冬は反対側にアジア方面が冷えると思います。ですから11月ぐらいから大雪が降るんじゃないかと思います。今日は以上です。ありがとうございました。
川上さん、アヒル可愛かったです。